はい、本日は2021年5月の21日金曜日でございます。本日は、バイトのシフトがですね夜ですので夕勤となりますので、それ行くまでの間に昼間の間にちょっと早めにこうやってアップします。昨日の続きでございます。チャンネル登録の方をぜひぜひお願いいたします。はい、疲れ気味ですねこれ言うのも。はい、ごめんなさい。甲子園球場でございます。甲子園球場から今日は芦屋の方に向かって走っていきます。芦屋の目的地は水春というね、健康温泉ランドでございます。まああの後で行くことないんですけど、なんとねこの日曜日はねあの結局休館しておりました。休館日にわざわざ行くんかいな。この緊急事態宣言の中やったら初めから分かってるやろと言われるかもしれませんけどね、私ね一応ねだからねあの水曜日に確認したんですよ。やってますか言ったらね、こんなんやってますよって言って、ああやってるんやってね。で12日から再開しております言うて、もう大好きなんで、あっ今度行こうと思って、ただし夕方7時までですって、ね、よしほんなら早めに行きますわみたいな形でこの日曜日に行くことにしたんですけども、なんと行ってみたらですね、あの駐車場がガラガラでございます。あやはりこんな日に来る人は少ないんだなと思って行きましたら、入り口のとこに張り紙がしてまして、なんと緊急事態宣言の間土日は休みでございました。平日だけやっていると。でたまたまその平日に電話をしたということになります。あれあれあれございます。でもまあそこまでの間の道のり の, あのブログを上げさせていただいております。で明日はですね、今度の、こっからですね三宮の方に向かって走っていく動画になると多分思います。そして、神戸の街を探索いたします。これも今走っているところはですね43号線。で昨日は、阪神線が阪神ヤクルト線が雨で中止になっておりました。もうすぐですね阪神の4番のね大山というのがね、帰ってくる予定なんですけど、そうしますとねまあすごい強力打線ですね。そうしたら今新人の佐藤君がね、どうするんやという問題になっていますけども、私が思いますにはもう今のままでもう彼はね天才です。何がいいかと言いますと、まだサードになってですよ、その前のねライトか時はねどうやったかまだ知らないんですけど、それもおそらくないと思います。サードになってからはですね一度のエラーもございません。これはすごい。それも新人ですよ。ビビらんのですかねいやいやいやすごいですね。そしてねチャンスにも強いですしね、もう10年ぐらい前になりますかね、ある選手がいましてね、で、2番を打っておりまして、でその選手がねすっごく打率が高くてみんなからよく打つよく打つよって言ってね、 あいつはよく打つねっていう時にね、ある時ね試合を見てますと解説が吉田さんやったんですね。でねもうクライマックスというかねだいぶと押し詰まってた時にですね、10月前ぐらいでしたかね、この子よく打ちますからねって言うとね、で打点はいくつですかって言ったらね、打点はね7でございます。 7? もう9月が終わりですよ。7いうことは、いやそんなことは絶対ございません、間違いですって。普通ね2番でもいくらチャンスがない、いくら回すというねバント要因や言うたってね、そんな2番はいてません。大体やっぱり50点以上はね稼ぐものでございます。それがねその選手ねなんとねよく打つと言われてるのに打点わずか7やったんです。その時点でやっぱしと思いましたね、こいつほどチャンスに弱いやついてないね。でもね世間の評価はねすごく高くてね、私はねもう一つでね
ほんま打てへんからなと思ったらね、やっぱり打たなかったんですね。吉田さんはね、びっくりしましたね。いや、それはね、ゼロが落っこってます。何だということは絶対ございません。70の間違いです。とか言い切ってありましたけどね、あれは打点7でした。え、そんなですね、世界なんですよ。ところがね、もう佐藤君なんかはね、もうホームランだけで10本ですよ。イコール10点ですわ。はい。詳しいことは知りませんけどね、またそんな新人はね、今時出ません。なかなかね、厳しい世界なんです。でも今年はね、新人と呼ばれる打者がね、ものすごいですね。あと対抗としましてはね、横浜の牧。こいつも偉いですね。よく打ってます。この人のね、何が偉いっていうことはね、阪神はね、まだ今強いんですよ。だから、つないでね、つないでくれるわけです。そしたらやっぱりね、こう、心情も乗ってきます。ファイティングポーズが取れます。でも、横浜はね、残念ながら弱いんですよ。だからね、おそらく精神的にね、へし折れてね、打席に立つこともあると思うんです。その中で成績ですからね、もう素晴らしいものがございます。今年はですね、新人の当たり年ではないか、新人賞を誰が取るのかは大変面白いレースとなっておりますので、皆さんも注目してみてはいかがでしょうか。で、阪神はそういう形でね、阪神のね、4.5 ゲーム差、巨人とのね、こういうのがちょうどええぐらいですよ。こんなんで終わるわけございません。もうね、きっとね、夏前かね、大体あれですね、本当の、今日も行きました、甲子園のあたりからですね、負け出すんですよ。でね、僕はね、忘れもしませんのはね、明日から甲子園が始まるというみたいな時にね、最後の甲子園みたいな時にね、遠征に出る前ですね、新庄君がですね、サヨナラヒットを打ちまして、で、明日も勝つと言ってね、遠征に出てね、9連敗したんです。ほんまかいなって、ほんでもうボロボロになったという年がございました。だからね、阪神はね、いくら勝ってても安心はできません。あ、これね、今43号線からですね、左に入りまして、芦屋浜というところにね、向かって走っていきます。この道がね、簡素で綺麗くて大変好きでございます。でね、2軒ほどね、粋なね、かわいい喫茶店があるんです。1軒は入らせていただきましたけどね。でね、そのもう一つ手前にね、100円ショップがございます。これね、100円ショップがね、おしゃれな100円ショップなんですよ。大阪ではよくあるダイソーとかね、そういう形になるんですけど、さすが芦屋やなと思ってね、100円が100円の値打ちのここなんですけどね、以上の100円ショップでございます。この近く通られた方はね、いっぺんぜひ行ってもらいたい。一つ一つの品質がね、ものすごく良くて、私超おすすめの100円ショップでございます。で、今ね、芦屋浜の方に向かいまして車を走っております。車じゃない、バイク、はい、トリシティを走らしております。道がね、だいたい綺麗なんですよ。でね、このなんていうんですか、林道じゃないわね、植木がね、大変整備されておりまして、ほんま簡素な住宅街という形でね、走りやすくございます。で、一本一本がね、信号の間隔も長くて、ほんまここら辺はね、いい街がね、多いんですよ。よく整備されてるな。昔はね、鉄道を挟んでね、芦屋とかね、兵庫県のあたりはね、山の手に行くほど綺麗だと言われたんですけど、今そんなことございませんね。もう海に近いところもね、すごい素晴らしい住宅街が開けておりますね。この両脇両方とも植木が綺麗に並びまして、すごく走りやすそうでしょ。走りやすいんです。
一度ですね、ちょっと横道に連れて行ってみてください。ここら辺の道はですね、すべて超おすすめでございます。でこの辺りからね、またね、海が見えてきます。海が見えてきて、ヨット、それからですね、それ関係のスクールですね、ヨットスクールとかね、なんていうか、ウィンドサーフィンみたいな形のね、若者がね、多く見られましてね、全然おっちゃん関係ないですけども、お金持ちの気分になってきます。で、もうすぐ行きますと、水州の目的地なんですけども、結局それは先ほど言いましたようにやってませんでしたんで、その手前に、コンビニがございます。いつもね、そこでね、腹ごなしをしてから行くんですよ。はい。やはりね、水春はね、ちょっと高級なね、健康ランドですので、そこでお腹いっぱい食べるとね、懐が半端に寒くなります。だから、前もってそこのコンビニに寄ってちょっと腹を膨らしてから、行くようにしております。ね、ここら辺の住宅街素敵でしょ？ずーっと一本道で空いてるんですよ、またね、今ね。まあ、この空いてるっていうのは喜ばしいことか嘆かわしいことかはよくわかりません。はい、もうすぐコンビニに着きます。今日は本当雑談でごまいがありました。雑談に、付き合わせて申し訳ございません。はい、ここなんですよ。はい、はい、コンビニに到着。ではまた。